ンク率高っ。私以外全員ピンクやん。びっくり、怪物が入っていた。クソを開けるべきではなかったか。しかしレベル上げと思えば。さあということで行きましょうか。ん？こっちか。あ、あっち。あっちももおるやん。湿った道。湿っとるどころかね。湿っとるどころか。川みたいになっとるけどね、もはや。水ありすぎて。よし、ここは、上に向かっていきましょう。よし、行くぜー。早いよー。早く行け。ちんたらちんたらしてるんじゃないよ。お、来た。男の壁画、女の壁画、めっちゃそのまんま。バグクラッシュ。どうだ。いやー。女の子を先にやっつけてしまったから。仇を。お、新しい技。お尻をつつく。せーの。どう考えてもそいつじゃないのわかるやろ、普通に。頑張った。頑張った、頑張った。お、リミちゃん、レベルアップ。ライトニングを覚えた。魔法のイカジで敵にダメージを与える。両隣に敵も巻き込む攻撃魔法。ライトニングはね、だいぶ強いよね、これも。はい、じゃあ、ボーナス経験値を。はい、皆さんに。足に豆できそう。頑張って、頑張って走らないと。気配がしてきたらしいけん。あー、しまった。宿に忘れ物しちゃった。何を忘れたの？日記帳。へえ、日記書いたんだ。いや、書く気はあるんだけど、書けないものずっと持ってるの。って意味。それもういらないよね。まあ、普通のノートとしてって感じよね。え、なんで？さあ、行くよ。さあ、行くよ。そんなもの取りに行く必要ないから。って言われてる。悲しい。ノートはノート大事やん。ね。サボテンタワー。さあみんな頑張って。バズクラッシュ。どうだ。お、新しい技ライトリング。でも思ったより微妙やな。え、思ったよりだいぶ微妙やな、なんか。よし、いいぞ。でも弱点攻めて4か。すごい。だいぶしょぼい。まだまだレベルが足りてないね。そして、リミちゃんめっちゃギリギリやったし。楽勝ではないよ。君は楽勝だったのか？お、ミラさんレベルアップ。よし、来い。もしかしてずっと私がココナッツジュースやと思っとったものはサボテン。サボテンジュースって美味しいんかな？サボテン食べたことないけど。でもサボテンステーキってあるやんか。飲む方はどうなんかな？気になるね。音楽を100種類聴こう達成。これでそろそろお仲間来ます？はい、来ない。あ、来た来た来た。お、新しい仲間が来たみたい。ということで、さあ選んでいこう。今回は、ミースタジオから。はい、クルボン。まあ、クルボン。クルミンね。クルミン。あと残っとる性格は、もう頑固。もう頑固だけか、残っとるの。じゃ、頑固でいきますか。まあ、あれはきっとね、動画とかに対しては頑固なんかもしれんし。まあ、よく言えば、あれやん。こだわりが強いみたいな。じゃ、あと、料理人、猫。料理人か猫かの二択？ということは、もうここは猫でしょう。なんせミケランジェロですから。ヒゲと尻尾がチャームポイント。舐めたら痛い目にあっちゃうよ。よし、私は頑固な猫、クルボン。頑固な猫。可愛いんか、それは。来た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 。はい。猫、クルボン。いいね。
うも。私はクルボン。君がエルだよね。うん。やった、よろしく。クルボンが仲間に入った。まあ、クルボンっていうのはね、あの飛び森の中で、人兵に呼ばれたあだ名っていう。実況者同士語り合いましょうか。語り合ってるの向こう。ミラさんとリミちゃん、モデレーターコンビが語り合ってる。トレーニングだ。燃えてるね。二人の絆が強くなった。ふぅ、スキルレベルアップ。ちょっと気になる。二人はアドバイスを覚えた。相手が狙われた時に声をかける。うまくいくと攻撃をかわせる。さあ、それじゃあ料理をお任せ。お、全員よかったよかった。そしてまたしても個性的なメンバーだな、なんかね。でもいいことだ、飽きなさそう。はい、ゲームコーナーでルーレット。リネンローブが欲しいです。リネンローブはあれよね、リミちゃんよね、魔法使い。帽子と服か経験値ください。あ、これ帽子と服いきそう。おー、やったね。さあ、ここで防御力を上げていこう。リミちゃんだいぶ弱いけんね、防御。はい、じゃあこれをリミちゃんに。さあ、どうしよう。かわいい感じ、ピンクでいいね。なんかちょっとすごい素朴な感じするね、このローブ。はい、これで行きましょう。じゃ次、お小遣い。お、武器も変えちゃう？銅のステッキ。いいね、いいね。よし。どんどん強化していくよ。さあ、そして、じゃああとはもう出発かな？出発しましょう。もちろん、くるみんも、加えてのこの4人のメンバーで行きます。よし。はい、じゃあここで、宝箱もゲットできるね。行くかー。ゆっくり行こうよー。なんかピンク率高。私以外全員ピンクやん。びっくり、怪物が入っていた。クソを開けるべきではなかったか。しかし、レベル上げと思えば。誰だい？必須一丁。お、いいよいいよ、余裕。ライトニング！オッケー！いい。そうやって複数攻撃してくれるのめっちゃ助かる。いいぞいいぞ。あと一匹。お、やったね。勝利。筋肉痛になりそう。大丈夫か？お、そしてクルミンが、お、一気にレベルが上がってくる。アユナはレベルアップ。発火薬を覚えた。武器に怪しい薬をかけて仲間の攻撃範囲を広げる自動発動技。クルボンは2レベルアップ。爪を研ぐを覚えた。しっかり爪を研ぐ準備技。次の攻撃で敵に大ダメージ。よし。クルボングッジョブ。あくびしてんじゃねえよ。クルミンが一生懸命戦ってるというのに。お、実験ゴーグルやったね。やったね。これはアイナに必要なもの。さあ、来ましょう。やっぱあの、モコモコのね、爆発頭よりも、こういうゴーグルの方がいいと思うよね。はい、到着。すっきりしとるし、強そうやん。科学者のレベルを5以上にしよう、達成。あ、もう5以上になったんか。早っ。あっという間。はい、それじゃあ、もちろん続けるよ。さあ、みんなの様子。お、実験者2人の語らいが。実験者？実況者。昨日あんまり眠れなかった。アイラの寝言がうるさくて。え、ほんとごめんね。嘘でしょってずっと言ってたよ。覚えてないなぁ。寝言だからね。
私も今は多分そんなことないと思うんやけど、でも昔はすごい、そういう寝ぼけがすごい ひどくって。ひどくってひどくって。歩き回るしね。え、あれは何なんやろ？無遊病っていうやつなの？わからない。小さい子にはでもありがちなんかな。そして記憶はもちろんないというね。はい、そしてゲームコーナーでルーレット。ブチ猫が欲しいです。でもブチ猫来そう、これ。ね。来い。来い来い来い。ブチ猫来い。あー、でもこの、いや、来る。来るー！やったー！ブチ猫来たー。ありがたや。はい、これ来るボン。さ、色的には、あ、白黒いいね。え、赤。まさかの赤。うん、この辺はなんか現実におる色にしたくない。茶色か黒か。茶色でいこうかな。いいね、いいね。なんかこう、突拍子もない色よりかはね。いいかなーみたいな。はい、お小遣い。とりあえず、強化したい。ケチャップボトル。確かにケチャップとかね、顔に飛んできて、目に入ったりとかしたら最悪かもしれんけど、入ったことないけんわからんけどね。はい。持っていきましょう。そして、リミちゃんの、お、マジカルローブいいね。買っておいで。まだ最初のうちやけん、全然お金余裕。さ、これで色合い的には、なんかこれめっちゃハロウィンっぽい色じゃない？じゃあハロウィンカラーでいこうっと。かわいい。魔女やし、ハロウィンカラーやし。合ってる合ってる。さあ、それじゃあ、出発しましょう。お、これで、またしてもクイズマン。クイズマンちょっと、感覚狭くない？ちょっと待ったー。いつまでも遊び心を忘れない。私はミスタークイズマンだ。君に本物を見抜く力はあるか？今日のクイズは本物は誰？やります、もちろん。それではレッツクイズ。来いよ来いよ。全部で3問。さあ行ってみよう。本物は誰？1問目、クルボンはどの人？メガネをかけ、え、ちょっと待って、ちょっと待って。メガネは関係ないってことか。じゃ、これやんね。メガネも込みでのってことか。やるじゃないか。それやったら一発でわかるわ。2問目、クルボンはどの人？右端の子ちょっと可愛かったんやけど、今。はい、そして3問目。ミラはどの人？ミラさんね、目キラキラしてるから。そんな変な目してないから、私は真のミラだじゃねえわ。そんなね、なんか、やすぐれたような顔。イェイ！おめでとう！ありがとう！君には参ったよ。これをあげちゃおう。MP 飴を5個ゲット。やったね。余った MP 飴は宿屋に送った。ではまた会おう。いつの日か。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやー、ということで、もう、トナリーノの国に来てからも、仲間が3人、増えて、ま、いい感じに整ってきたから、ここからはまたレベルを上げつつ、いろいろ頑張っていきたいね。